イカリソウは、メギカイカリ相続族の落葉多年草。低い産地の雑木林に生え、茎の先が三本の傭兵に分かれて、三枚の小葉がつく。春に、アワベニ紫色のイカリ型の花を咲かせる。鑑賞用や薬用に栽培もされる。和名イカリソウは、漢字で、イカリソウと書き、花の形が和線のイカリに似ていることに由来する。茎の先が三本の傭兵に分かれ、 それぞれに三枚の小葉がつくため、遮草休養草の別名がある。地方によって、カグラバナ、ヨメ嫁リグサとも呼ばれる。英語名は、バロンワート、ビショップ、エスハット、フェアリーウィングス、ホーニーゴとウィードなど。中国植物名は、引用。花言葉は、あなたを話さないである。日本の北海道南部から本州、四国、九州の、主に、 太平洋側の平野部や低い山地に分布し、各地の丘陵や山裾の雑木林など、林園や樹園に自生する。イカリ創族は25種ほどがアジアから南ヨーロッパにかけて分布する。根茎は横に張って、多数のヒゲ根を出す。草丈は20から40センチメートル。数本の茎を出し、茎部には林辺がある。根室用には長い傭兵がつき。 二回産室副用である。茎の先が三本の傭兵に分かれ、それぞれに三枚の小葉がつく。小葉は全体が歪んだ卵型で、先が尖って基部は心臓型をしており、肺に指毛状の細かい巨子がある。柿は春の4月から5月にかけて、吊り下がった薄紅紫色の花が下向きに咲く。花系は5から7センチメートル。 4枚の花びらが中に蜜を貯める長さ1.5から2センチメートルの胸を四方に突出してちょうど船の怒りのような形をしている。多くの金塩種があり、園芸用や薬用に栽培され、多くの品種がある。朝根性で乾燥に弱く、半日影の肥沃度を好む性質があり、繁殖は秋から初冬にかけて株分けにより行われる。早っこはインポテンツ。 腰痛のほか補正、競争、鎮静、ヒステリーに効用があるとされる。前奏は、陰陽核という気薬で、精力剤として有名である。陰陽核とは、5から6月頃の開花期に形容を刈り取って、天日干しにしたもので、市場に流通している陰陽核は、イカリ奏の他にも、トキワイカリ奏、キバナイカリ海外品の穂きのイカリも、同様に使われる。 本来の引用核は、中国原産の同族の穂崎のイカリソウ E、サジテトムマキシムで、名は、羊がこれを食べて、勢力絶輪になったという伝説による。穂崎のイカリソウの引用核に対して、イカリソウの方は陰陽核とすることもある。イカリソウの形容には、有効成分としては、イカリインというフラボノイド配桃体と、微量のマグノフィリンというアルカロイドなどが含まれ、 苦味の成分ともなっている。充血をきたす作用があり、尿の出を良くする利尿作用もあるとされている。怒り意には実際に次のような効果が示されている。これらによりひらなめ筋が歯間心陰形などの血流が増えると考えられる。プドマイナス後の阻害はバイアグラと共通の作用である。マウスを用いた実験で男性ホルモン様の作用が報告されている。 民間利用では、需要競争に、陰陽核を荒く刻み、追加治療後から 10g を、約500から 600cc の水で30分ほど、半量になるまで煎じて、食感に3回に分けて、温服される。また、低血圧、不眠症に、焼酎1.8リットルあたり、陰陽核70から 150g を入れて寝かせた後、就寝前の需要薬師として、 一日一回お湯口一杯程度を目安に、水や湯で割って飲用もされる。体を温める作用があることから、手足の冷え症や、冷えからくる腰痛症、下半身が疲れやすい人のインポテンツに良いとされる。一方で、ほてりやすい人やのぼせやすい人への服用は禁忌である。禁煙種に、常緑の時はイカリソ花が、炭鉱色のキバナイカリソなどがある。 日本海側に自生する時ワイカリソウは、常緑で陶器に落葉しないという特徴があり、時ワは、常緑の意味合いがある。本来、サエグサ休養草は、中国における呼び名で、ホザキのイカリソウに対する中国植物名。中国の本草項目に、西川に引用あり、このを食べて、一日タチ百辺交合す、と記され、これゆえに、引用、と名付けたとされる。 ありがとうございます。